世界一幸せな国として有名だったブータンは経済が発展して SNS が, SN が普及して不幸に感じる人が増えたから SNS はくそ。<laughs> 知らここ、あの、ネットってさ、人間のさ、心の本性が出るから、ってことか。ま、あでも我々の使い方次第だな。俺ちょっとぐらい別にさ、 なんか人の悪口言ってもいいじゃんって思っちゃうんだけど。だけど中には同行してやる奴やっているじゃん。なんかずーっとさ、スマイリー菊池に殺害予告してる奴とかいいじゃん。<laughs> なんでスマイリー菊池ってあんなにさ、3人ぐらいから熱心なアンチ受けてるよね。あ、人間が、自分以外の人間はこういう暮らししてるんだっていうと、 の知ってしまう機会が増えて、嫉妬とか羞恥心みたいな、負の感情が湧いてしまうみたいな。で、俺ってさ、SNS 一般的には多い方でしょ ?Twitter フォロワー70万人くらいいるじゃん。ってことは、俺は、比較的、その、普通に仕事してる人とか学生の人に比べたら、情報発信しやすい側じゃん。あのね、例えば、 港区の女子とかが今日もこんな美味しいご飯食べたとか、あのー、私、みんなと幸せな時を過ごしてるみたいなの発信してるのよく見るけど、現場を。あんなの偽りの幸せですよ。あんな、あんな <laughs>、それは、しあ、それで幸せそうな奴って一人もいない。必死に自分が幸せだと思い込んでるだけで、 本当に幸せな奴って、そんなこと多分してない。だから、嫉妬なんかしなくていいですよ。だって、すごい山ほどお金も持ってて、友達にも恵まれてるけど、俺、大抵、ま、昼の11時ぐらいに起きて、ま、それだけは幸せなんだけどね、まず。朝起きなくていいって幸せなんだけど、毎日毎日パーティーのようなことがある。とっかえ一回は女を抱ける、みたいな、ニュアンスで発信してる奴もいるけど、そんな奴一人もいない。 大抵犬とゴロゴロしてる。幸せアピールなんですよ、そんなのってで。俺が他人より幸せになった一番は朝起きなくていいこと。あれって何よりもストレスだからね。だから俺よく言うでしょ。まず朝6時半にあ普通に起きるじゃん。それだけであなたたちはまず自分を褒めなさいって言うじゃん。で、満員電車に寄られて仕事行くってる仕事に 行くっていう段階で自分を褒めてあげない奴は幸せになれないよ。すごいことをしてるからね。まず。で、みんな褒めてあげないんだよ。それで5分遅刻したくらいでガタガタ言ってくるんでしょう。これは俺死ぬまで言い続けようと思って。ブータンの件は金持ち見て嫉妬とかじゃなくて文明のレベルの差に気づいてショックを受けてる。<laughs> 自分たちは幸せもんだーって言ってたのに、周りの奴らが、ものすごい暮らししてて、嘘でしょーって。<あ>こんな、みんなすごいのってショック。で、ブータンってどこにある国だっけ胃の中の蛙大会を知るみたいな感じ。西アジアインドの近くなんだ。 まあでも文明が発達してればいいってわけじゃねえもんな。幸せな、そう、幸せの行き地が低い方が幸せな人が多いからな。今の日本とか見てても思うわ。こんなに我々は幸せなのにって。で、この時間にまずネットでガチャガチャしてるの、もうこんな幸せなことじゃないじゃん。もうすでに幸せじゃない まず、今のこの空間が幸せだもん、俺。皆さんも今幸せもんですよ。こんな特に明日のこと考えるわけでもなく、だらだらネットしてたり、ねえ、思い思いカップラーメン食ってたり、布団の中でこうやって見てたり、まあ今仕事の中帰ってきて、ああ、今日も疲れた。ネットしてるだけで幸せなんですよ。上昇志向が強いのかな 成功者とかの意見って目立ちやすいからね。ヒカキンとかさ。あいつはあんないい暮らししやがってって。YouTuber とかもさ、飯食えねえ奴がさ、なあ、何百万人といてさ、それで、なあ、会社も辞めちまって人生狂ってるやつもいっぱいいるけどね。難しいもんですね。 最近多くないドバイに住んでる社長とかが、え、日本下げする YouTuber みたいな、全部にバットをしてます、俺。うっせえって。日本に住んでねえんだから、日本のことガチャガチャ言ってくんじゃねえってマジで思う。お前日本住んでねえんだから、日本のことわかんねえんだから、バットだよ。そんな奴ら。その国のこと言っとけよ。もう日本住んでねえで、日本に税金も払ってねえんだから。偉そうなこと言うな、まず。 ひろゆきは違うの。ひろゆきさんの、俺仲いいのね。好きなの。あの人は、なんで日本に住んでないかというと、日本に住みたいの。ただ、莫大なる、ね。お金を払えないから、日本に住みたくて住みたい、住みたくてしょうがないけど、日本に住めないかわいそうなハートなの。 あの人は賠償金を払いたくないからフランスに住んでるだけで、本当は日本に住みたくて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 しょうがないかわいそうな鳩なの。優しくしてください。あの人は日本に住みたいの。だからしょっちゅうつって、十何時間もうね、めんどくさい移動して住みたくてしょうがないの。ただ、それがバレたくないの。シャイだから。払えないわけねえだろ。払えるわけねえだろ。何十億も <laughs>。払いたくねえだろ。 あ <laughs> もう時効なんだ。ひろゆきさん。強がってないじゃん。もう日本帰ってきなよ。あんたにフランスは合わないよ。フランス人に、フランス人からひろゆきにさ、お前はこの国に住むべ、きじゃないって言わしてくんないちょっとお願いだから。誰かフランス人の友達いる人いないひろゆきを街で見かけたら、お前はこの国に住むべきじゃないって言わしてくんないガイルみたいなセリフ。<laughs> 言われてた、確かに。<laughs> ゴーホームって言われてたな。 でゴーホームって言われてたじゃん。帰ってきないよ、ひろゆきさん。また日本を盛り上げたよ。日本のネットを。あんたがいないとやっぱネットがなんか盛り上がんないよ。散々日本のメディアに出倒してさ。<laughs> もう絶対日本にいた方がいいでしょ、ひろゆきさんって。<laughs> フランスに住んでいいんだけないバーチャルひろゆきみたいな感じでさ、あんだけテレビとかさ、ネットの番組出てんだったらさ、わざわざ月に一回帰ってきてさ、もう日,日本住めばいいじゃん。 <laughs> 税金も日本に払ってる <laughs> 偉いあんた偉いよあんた偉いじゃあフランスで何してんだよじゃわ <laughs> かんない <laughs>。わかんない <laughs>。あの人変わってるっしょ。変わってるよね。あ、ひろきさん、奥さんがフランスに住みたいの <laughs> うーんー、じゃあ回しようがねえか。 俺でも約束取り付けてきてたんだ。ひろゆきさん、俺この前ひろゆきさんのさ、あのトーク番組出たんだからさ、あの俺のさ、チャンネルの、あの今好きな人と喋りたいっていう企画やってるんですけど、ひろゆきさん出てよって言ったら、いいっすよって。でなんか豆食ってたことよ。って言ってたよ。で俺、ズームは許さないんで、日本に住む言い訳が必要ないんで、加藤が呼んでるって言うとね。<laughs> 加藤が寂しがってるって。 ニコニコ捨てたから帰ってこないよ。い別になんかもうこれって周知の事実だから言うけどさ、あれだよひ。ひろゆきさんってニコニコ捨ててないよ。ニコニコに捨てられたんだよ、ひろゆきさん。あまりにも、あの、ひろゆきさんが力持ちすぎて、当時のさ、なんか <laughs>、上層部にひろゆき追い出されたんだぜ。捨てられちゃったんだよ。じゃニコニコが落ちぶれたのって本当にひろゆきさんがいなくなったせいだよ、絶対。あの人がニコニコ作ったんだもん。 半分は。なんか他の奴らは、いや半分っていうかもう7割広行きの力でしょ。7、8割。でもさ、あのドワンゴのさ、あ正直栗田さんとかって性格いいのね、めっちゃ。しか川上さんとかも、俺、一回だけあったことあるけど、喋ったことはほとんどないけど、ぶっちゃけそんなに、あの人ってさ、すっげえ、か、硬いじゃん。あの、 学業とかさ、芸術志向が強いじゃん。あのー、ジブリに行ってみたり、の学校建ててみたり、栗、なん、なんていうの、その、娯楽というより、そっち系じゃんだからあんまりニコニコの運営とかに、でも関与してなかったと思うんだけど、俺のイメージだよ。だ、そこは、その他の上層部でが、なんかニコニコの理解を全部、 テリーでやろうみたいな腐った連中くクそうかったのね。<laughs> マジでゴミだったの。あえて名前言わないけど、俺、大っ嫌いなやついるんだけど、一人。とくたばれて、もう、くたばれてずっと今だに持ってる奴がいるんだけど。今のクリタさんとかは、はっきり言って、めちゃくちゃユーザー思いなのね。で <laughs> 夏野さんなんだ、ジャイアンツいうこのジャビットだよ。あんな、ほんとワイン飲んでるただのジャビットだよ。ウサギだよ、あいつ。 夏なんてもうほんとただのあの酔っ払いジャビットでしょあんなの。巨人負けてジ,ジャビット叩いてるもんだよ。で、栗田さんはようやってんだよ実は。ほんとに。俺栗田さん評価すっごい高いけどね。だってあんな八百もで出てきて、あのニコニコのサービスについてみたいなことを言うのって、ほんと、自分が全部責任取る気持ちが、 で、あんまりニコリコ褒めても別に、もう、自分にとってプラスねえから、あんま褒めたくねえんだけどだ。栗田さんは正直めっちゃ頑張ってると思うよ。しかもさ、夏のさ、今、角川の社長やってんのすごくね。<laughs> ねえ、角川の社長やってんの。あのじじいなんだあんなにさ、なんかそんな偉くなんのすぐ。あいつ何者なのあの酔っ払いじじい。うわ、夏のさ、ですげえさ、 このジ事って何者なの世当たり上手だよね。いや、オリンピックワイと席が空いただけって言うけどさ、そこの席に収まるのってすごくない要は優秀なマスコットなんだよ、あの人って。優秀なの、マスコットとして。なんかニコニコしてるし、そういう能力がすっげえたけてるんだろうね。 この前、北野武士の隣歩いさん見たよ。はい、写真撮りまーすって。あ、あなたみたいなおじいさんはこっち行ってねって、逃かされてたよね。あ、あの、あのおじいさんはちょっとこっち行ってくださいって。どかされてなんか寂しそうにこうやって。